大木町稔豊は、江戸時代前期の公下、大木町末年の子、母は木村正成の娘。元7年に除任し、寛永10年に、元服の上15以上自重に昇進した。その後、右子の江少将、右子の江中将、倉人頭などを歴任し、商法元年に三義となり、苦業に列する。その後、中納言を経て、明暦2年に、 十二位現大納言となるが、万字元年には辞した。漢文四年から漢文十年の間には、仏家転送役を務めた。自由高は、霊元天皇の教育係であった、三上西実教から和歌や夕食古実の教授を受けていたことから、行動を伴いにすることが多かった。だが、天皇が成長するにつれて、御水の法王や江戸幕府の信任が厚い実教や、 彼と結ぶ身豊かをうんじるようになり、また公家たちの間でも彼らの勢力拡大を危惧する動きが現れた。このため、漢文九年に入ると、天皇の命を受けた、小倉実紀、小賀の広道らが、実況や身豊かの排除を求めて、御水の法王や京都諸次第、板倉重則に働きかけを行った。この時は、板倉や中野院道重の説得で、 天皇も一旦は退いたものの、このことがきっかけとなって、実況は、実況を命じられ、自由高も翌年には、武家天送を更迭された。さらに、御水の法を法行後に、霊元天皇が申請を開始すると、自由高は、新幕派と睨まれ、天那三年より実況を命じられた。その後、天皇の上位と共に赦免された。元禄十六年に皇居、去年八十五、 家徳は、この大木町君道が継いだ。娘に、柳沢義康の側室、大木町町子がいる。田中明流金星前期懲罰関係の研究 ISBN 978から4から 642034487P50 から60.72から77。ありがとうございます。